皆さんこんにちは。スイスでバイオ留学をしているヒューマです。前に僕のコミュニティでも書いた通り、僕は先週の金曜日の夜からハンガリーへオーディションに行ってきました。コメントに次の動画は僕の学校の発表会リハーサル風景を投稿すると書きましたが、ちょっと伝えたいことがあり今動画を撮っています。で、寝起きでこんな顔ですけどすみません。で、オーディションは一昨日の日曜日にあったんですけど、昨日の夜に無事にここスイスのアパートに戻ってこれました。ものすごくたくさんのハプニングがあり大変だったことはまた後で動画にしようと思っているんですけど、まずお話ししたいことは無事にスイスへ戻ってこれましたっていうことと、ハンガリーからスイスへ戻ってきたことにより10日間自粛しなきゃいけないということです。ハンガリーでコロナのテストをもうすでにしていて、その結果がもちろん陰性だったので、普段なら14日間かな自粛しなきゃいけないところを10日間だけの自粛なんですが、偶然にも来週僕の学校のお休み1週間お休みがあって、その僕の自粛の時間とその学校の来週の1週間のお休みの時間がちょうど重なったので、すごいたくさんの時間ができました。なのでこの休みを利用して約束通りリハーサル風景をすぐに投稿するのはもちろん、オーディションの話やハンガリーでの経験の話などいろいろとたくさん動画にして投稿しようと思っています。他にもたくさんの動画をこの2週間でたくさん撮って投稿する予定なので楽しみにしていてください。じゃあまた、さよなら。